突然ですが問題です。映画、ルビーヘイ・リング・ミステリーでのワンシーンです。流れてくる英語を聞き取ってください。Evidence, 聞き取れたでしょうか本日の英熟語、In light of が用いられています。もう一度、聞いてみましょう。集中してよく聞いてください。Evidence, いかがだったでしょうか 動画の最後にもう一度同じ問題を出題し答えを発表します。このワンシーンの英会話で用いられている語彙はこの動画内で紹介する様々な例文の中にも入れています。今聞き取れなくても動画のトレーニングを丁寧にこなせば最後には自然と聞き取れるようになる可能性が高くなります。ぜひ動画を最後まで見て英語を聞き取る感覚を味わってください。本日の英熟語は 他の映画にも品質します。確認してみましょう。Plan. Now, in light of が実際の英会話の中で、品質することがわかると思います。それもそのはず。 これには学術的な裏付けもあります。最も頻繁に用いられるアメリカ英語考語表現、コーパス分析とそれが示唆するものという論文があります。これは、オクラホマシティ大学の言語学者、ディリン・リュウ博士による研究です。論文の内容は、そのタイトルからもわかる通り、統計データに基づき、アメリカ英語で最も頻繁に用いられる熟語を調査したものです。この論文では、 最品質の英熟語として約300フレーズがリスト化されています。in light of が、それらの熟語のうちの一つです。このように、in light of は、言語学者も認めるほどに超品質の英熟語なのです。ぜひ、この超品質の英熟語をマスターしてください。早速、in light of の解説、トレーニングに入りましょう。この動画のコンセプト、 構成については概要欄に詳細があります。このチャンネルを初めて見る方はぜひ参考にしてください。本日の英熟語の意味、用法について解説します。in light of には主に以下の2つの意味があります。の観点からに照らせば考慮して、踏まえて 先ほど流した4本の映画のワンシーンでも熟語の意味を確認することができますご覧ください映画でのワンシーンは喋るのが少し早く感じたかもしれませんね 改めてスクリプトを確認しながら聞いてみましょう。読み上げる文章はそのままで、聞き取りやすい新しい音声を用意いたしました。音声と一緒に読み上げると、より効果的です。Now, in light of that, I ask you once. of you light I'll that, ask さて、その観点から一度聞いておこう。It is a relative few in light of our long-term plan. 長期的な計画にに照らせば、相対的に少ない。Now, events, さて、今日の出来事を踏まえて、私たちはもう少し早く進めるべきだと思う。何が起こったかを踏まえれば、それは理解できる。 いかがだったでしょうかマスターするにはまだまだ足りないので、他にオリジナルの例文も用意いたしました。オリジナル例文は合計で4文あります。早くて理解するのが難しい場合は、一時停止してください。まずは、言葉の意味を把握することが大事でしょう。各例文が2回続けて英語で流れます。真似して発音してみましょう。 The book's message is powerful in light of today's social issues. The book's message is powerful in light of today's social issues. The school decided to cancel the field trip in light of safety concerns. The school decided to cancel the field trip in light of safety concerns. 学校は安全性の観点から遠足を中止することに決めました。In light of new evidence, the police have reopened the murder investigation. In light of new evidence, the police have reopened the murder investigation. in light of the suspect being under arrest, the community feels a sense of relief. in light of the suspect being under arrest. The community feels a sense of relief. 容疑者が逮捕されたことを踏まえ、地域社会は安堵感を感じています。これで前半のパートは終わりです。休憩を挟んで次からがいよいよ本番の徹底トレーニングになります。<music> 徹底トレーニングはこれまで学んだ8の例文を用いながら、英語を日本語に翻訳する英日翻訳、日本語を英語に翻訳する瞬間英作文の順番で進みます。負荷の高いトレーニングですが、それだけに効果抜群です。何度も挑戦すれば必ずマスターすることができます。諦めずに頑張りましょう。ステップ1では、 今まで学んできた文章が英語でスクリプト付きで流れます英文が流れた後にすぐに日本語に翻訳してくださいでは始めます Now, that, さてその観点から一度聞いておこう It is a relative few in light of our long term plan. Now, in light of today's events, I think we should move along a little faster. さて、今日の出来事を踏まえて、私たちはもう少し早く進めるべきだと思う。Happened, 何が起こったかを踏まえれば、それは理解できる。The 今日ののの社会問題という観点から、その本のメッセージは強力です。学校は安全性の観点から遠足を中止することに決めました。 In light of new evidence, the police have reopened the murder investigation. In light of the suspect being under arrest, the community feels a sense of relief. 容疑者が逮捕されたことを踏まえ、地域社会は安堵感を感じています。以上で、ステップ1は終了です。ステップ2では、瞬間英作文を行います。今まで学んできた例文の日本語訳が読み上げられるので、それを即座に英語に翻訳しましょう。英語で話すのに慣れていないととても難しく感じるかもしれません。 一つの英語表現を完璧にするための土台作りはそう簡単ではありませんが、繰り返しているうちに面白いくらい楽に瞬間英作文ができるときがやってきます。最後の仕上げの部分ですから、あと一息粘り強く頑張りましょう。では、始めます。さて、その観点から一度聞いておこう。Now, in light of that, LLASKU once 長期的な計画に照らせば相対的に少ない It is a relative few in light of our long term plan さて 今日の出来事を踏まえて私たちはもう少し早く進めるべきだと思う。Now, in light of today's events, I think we should move along a little faster.

The book's message is powerful in light of today's social issues. The school decided to cancel the field trip in light of safety concerns. 新たな証拠を踏まえて、警察は殺人事件の捜査を再開しました。 容疑者が逮捕されたことを踏まえ、地域社会は安堵感を感じています。お疲れ様でした。 徹底トレーニング終了です。負荷のかかるトレーニングでしたから、その分英語力もアップしたはずです。では、最後に動画の冒頭で出題した問題の答えを確認したいと思います。まずは、最初と同様に英語を聞き取ってください。Evidence, では、字幕付きの答えを流します。 答えのスクリプトと聞き取りやすいオリジナルの音声を独自に用意いたしましたご確認ください新たな証拠を踏まえてあなたを殺人容疑で逮捕しますいかがだったでしょうか 本日のトレーニングを通して聞き取れるようになった方もいらっしゃるかもしれません。聞き取れなかった方も何度も復習をすることで耳が訓練されるはずです。聞き取れるまで挑戦してみましょう。本日の動画は以上となります。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。